はい、どうも、ナバルです。昨日はね、本将棋、内藤九段、将棋秘伝っていうゲームをね、ご紹介いたしました。で、本当はね、この後にジャイロセットというね、周辺機器が発売されたんですが、まあ、以前ね、ブロックセットというね、周辺機器と一緒にね、紹介させていただきました。このブロックセットとジャイロセットをね、合体させて、ファミコンロボというね、周辺機器になります。で、その後にね、ゲイモスというね、ゲームがね、発売されたんですが、間違ってこれを紹介してしまったんでね、この2つをね、走らさせていただきます。でね、その次がね、ゲイモスの次に、ね、発売されたのがね、8月30日、はい、これ名作でございます。テンヤードファイトというゲームでございます。アイレムさんから83年ね、アイレムさんから、今はね、アイレムソフトウェアエンジニアリングで、また、アピエスというね、会社になっています。で、こっからね、稼働されたアーケードゲームでございます。でね、もうテンヤードファイトって言ったらもうアメリカフットボールなんですよね。で、このアメリカフットボールのルールをね、ほとんど知らなくても楽しめるっていうことがね、好評を得ています。私もやったことあるんですがね、全くね、アメフトのルール知らなくてもね、楽しめます。はい。でね、アーケード版があるんですけどね。まあ、もともとね、一人プレイ専用だったんですが、ツープレイ対戦がね、可能になったバージョンアップのね、VS テンヤードファイトがね、84年3月に発売されました。まあ、名前からね、誤解されがちなんですが、もう全然違うんですよね。一人用と二人用っていうのはね。でね、ニンテンドー VS、システムとはね、まあ、全く関係ございません。で、クォーターバックの選手ボイスはね、もう大学のアメフト部にね、依頼して録音する予定だったんですが、ちょうどいい性質のね、人がね、アメフト部におらずにね、同大学のラグビー部のね、新入部員の声をね、録音して使用したっていうことらしいんですよね。はい。まあ、去年ね、ラグビーでね、すごく日本も沸きました。で、本当はね、もうアメフトっていうのも認知度が高かったんですが、それよりもね、ラグビーが先に来てしまいましたよね。はい。で、そっからね、85年にファミコン版がね、発売されて、はい。で、まあ、移植されたわけなんですよ。VS ね、テンヤードファイトがね。で、電源を入れるとね、ロムカセットの赤い LED が点灯します。で、日本国外ではね、NES 版はね、北米で1985年、10月18日にね、欧州では12月に任天堂から発売されるってことでございます。でね、今から話するのはね、ファミコン版を中心にね、解説していきたいと思います。でね、攻撃側よりも守備側の方が動きがまあ早いですよね。で、攻撃側はね、うまく立ち回って守備側の妨害をね、避けていかなければならないんですよ。で、この時ね、左右のラインを割ってしまうとね、攻撃は失敗となるのでね、左右のラインにも注意しながら、守備側の妨害を避けていくこととなります。で、なおね、パスをして守備側の妨害を避ける手も、まあ、あるんですが、パスをね、インターセプトされると、20ヤードね、ここはもう10ヤードじゃなくて、12ヤードより20ヤードのいいやつに20ヤードにします。で、20ヤード交代しないといけないというリスクがまあ、あります。で、またね、最終手段として、強引に守備側の選手を振りほどく手もまああるんですが、こちらが側のね、成功率はあんまり高くないということなんです。まあ、ともあれね、妨害によって攻撃回数4回以内に10ヤードを進むことができなければ、10ヤード交代しなければなりません。で、通常のアメリカンフットボールとはね、得点のシステムがまあ異なっているんですよ。で、本作で採用されている得点システムを今から話します。あくまでも実際のアメフトとはま関係ないということなんで、はい、あそこは間違わずに、捉えてください。ボールを持ってね、ゴールラインを越えると、5000点で、キックオフで蹴られたボールそのまんまタッチダウンするとね、1万点でございます。で、ボールを持ってね、ゴールラインを越えて得点した後、ボールを特定の範囲に蹴り込むことができれば1500点でございます。で、タッチダウンに成功すれば5000点です。で、全方向へのパスが成功すれば500点。で、ファーストダウンに成功すると500点。で、条件によってはね、250点、150点、50点となります。で、こ
攻撃側がねボールを持って一定距離を進む前に20点で、なお試合中99,990点をね超えると表示が0点にリセットされた上で得点が加算されていくためにね、見かけ上はね0点でもね1万点である場合ももちろんあります。で得点はね99,999点以上も加算され続けており、試合結果のね表示した正確な得点が表示されます。でただしね65,350点がねプログラム上の上限になっていてね、65,350点になると同時にゼロにリセットされてしまいます。はい、でね次が続けていきますよ。まだまだ長いですよ。一人プレイ時ね、で常にねプレイヤーは攻撃側も担当いたします。で高校生チーム、大学生チーム、プロチーム、スーパーチームとね対戦していきます。高校生からスーパーチームになったらねもうこれはエグいでしょうね。はい、で当然徐々に敵チームの動きが鳴るとともに攻撃側のねスタートフィールド地点がね下がっていってね難易度が上がっていくんですよ。でまたスタート時のね制限時間も少なくなっていきます。はい、で制限時間を使い切りファーストダウンに成功できないとその時点でねゲームオーバーとなります。はい、えぐいですよね。で制限時間を余らせてボールを持ってゴールラインを超えると残り時間に応じてねボーナス得点が入ります。このボーナスはね2人プレイの時はありません。でファーストダウンに成功すると一定の時間ボーナスが与えられて制限時間が延びます。でフィールドのね一番下の G ラインを割ってしまうと制限時間を1秒にね減らされてしまいます。で続けて2人プレイ時ねで両チーム両プレイヤーともね、攻撃側と守備側とね交互に2回ずつ担当いたします。で攻撃側がね守備側の妨害をうまくかいくぐり得点を上げることを目的としていて、で守備側ね攻撃側を妨害して、少しでも得点を上げれないようにすることを目的として行動いたします。でこの結果ね、先ほども話した通り得点システムの下でねより高い得点を上げた方が勝者となります。なので、ね、同点の場合はワンプレイヤーが勝利となります。ちょっとこれ卑怯ですよね。で、攻撃側がね制限時間を使い切りでファーストダウンに成功できなかった時点でね攻守交代となります。でファーストダウンに成功するかでボールを持ってゴールラインをね超えると一定の時間ボーナスが与えられて制限時間が伸びますが、一人プレイの時とは与えられるボーナス時間にね差があります。でフォワードパスを通すとそのターンの間は時間減算が停止するという特別ルールのためね、ラインで距離を稼ぐよりも効率がいいということです。でフィールドの、ね、一番下の G ラインを割ってしまうと制限時間をね 0.2 秒減らされてしまうということでございます。はい、でこのゲームに対してのね、まあ、評価、まあ、アーケード版なんですが1997年に刊行されたゲームストムックっていうのがありますよね。でこれのねザ・ベストゲーム2でね、アメリカンフットボールというね日本では馴染みの薄いスポーツが題材であったら非常にまあ人気が高かったんですよ。はい、実際ね、動画でもいいんで見てもらったら分かると思うんですけど結構面白そうでございますよ今見ても。はい、で必ずねレシーブから始まり攻撃のみという点に徹底したところがまあ良かったと。でこれによりね細かいルールは気にせずただひたすら突き進めば OK で制限時間内タッチダウンを目指すだけであると。でプレイヤーを熱くさせたのがねレバーガチャでねタックル振りほどくシステムであったと。で現在はね対戦格闘ゲームを中心に珍しくはない行動ではまああるんですが当時は異色のね操作方法であると紹介されています。です、そしてね、ファミコン版ですよ、ファミリーコンピュータマガジンのね91年ね5月10日号特別付録のねファミコンロムカセットオールカタログではね、まあ、これも仕方ないんですよね、ジョイスティックがないと少々辛いと紹介されています。まあこれさえね、まあもう十字キーじゃね、どうしても限定されてしまうんでしょうね、動きが。もうこれも仕方ないですよね。まあ、でも、楽しめるっちゃ楽しめるんでね、ここはもうね、置いておきましょうよ。はい。
あくまでもですけど、この10ヤードファイト、アメフトと言っても、ルールとはまたかけ離れてるらしくて、実際のアメフト私知りません。ちょっとね、読んで意味がわからなかったんでね、もしもアメフトに興味持たれた方いたら、ウィキペディアでもいいんで、アメリカンフットボールと探して、ルールをね、ちょっと見てみてください。はい。っていうことですので、今回の動画はね、これにて終了いたします。私、ナバールと申します。ツイッターもやっていますので、フォローの方よろしくお願いいたします。もしもこの動画に興味持ってね、また見たいという方がいたら、高評価ボタン、特にチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい。結構今日も長かったんですがね。はい。また明日も頑張ります。ありがとうございました。バイバイ。